どうもスタスケです。それではやってまいりましょう、隣の猫グッズ。本日隣の猫グッズ紹介いただけるお母さん、お母さん、最近特に気に入ってる商品があるんですよね。お母さん、そうなのよ。その特別な器に入れておけば1週間以上も新鮮なお水を飲むことができるのよね。お、それはすごいですね。でもお水の中にホコリとか入っちゃうんじゃないですか。3層のフィルターで除去してくれるのよ。では本日はそれを紹介いただけるということで、お母さん、お母さん、お母さん、紹介するからもう。これは皆さん気になりますね。それでは本日は1週間以上も綺麗なお水を飲めるその器を見せてもらいましょう。はい、オッケーです。こんな感じでよかったかしら。オッケーです。あれ、仮の出番なかったんじゃない。もともとないでしょ。それでは本日紹介する商品はこちら、ペットスノーウィーさんのスマート給水器。そうなんです、皆さん、先日ご紹介した海外の先行販売で2億円超えの大ヒット商品、全自動猫トイレ、ペットスノーウィーブランドの自動給水器となっております。それでは中身を確認していこう。クイックユーザーガイド、取扱説明書。やば、こんなの入ってた。これ覗き穴でしょ。やば、なんか悪いことしてる気分。よし、チャイちゃんのデブい体を覗き穴で覗いてやろう。普段ジロジロ見ると怒るからな。やべ、チャイちゃんにバレた。どうもスタッフさんです。3層式高性能フィルター、アダプター、そして、え、なんで入ってんだ。でもとりあえず、うそうそ、みんなびっくりした。中身はこちら。おー、そうそうそう、これよこれ、ペットスノーウィーの自動給水器、ファイファイモデル。ちょっと、じゃあ勝手にファイファイモデルって名前決めないでよ。もうドケチな男、もうドケチな男。じゃあ、じゃあ何これ、ファイ、いや、ファイじゃなくて。上から見たサイズ感はこんな感じ。そして正面、販売ページの写真より実物の方がかなりかっこいいです。正直販売ページ見た時はこのデザインクソダセーなと思ったんですけども、実物はめちゃくちゃかっこいいです。今では超お気に入りです。それでは詳しく中を見ていきましょう。お水を入れるタンクと電源がセパレートになってるタイプ。これお掃除の時に電源コードをわざわざ抜いたり挿したりしないでいいから超楽なんですよね。この電源ボードの裏っちょにアダプターのケーブルを挿すところがあります。ここ、四つ角にゴム足がついてるのはいいですね。もうアダプター挿しておきましょう。そしてケーブルをこのようにします。今じゃ当たり前かもしれないですけど、こういう気遣いいいですよね。そしてお水のタンク、2リットルで大容量、超お水入ります。うちはカリンちゃんとチャイちゃんの2匹ですけれども、超余裕。この部分も取っていきましょう。さらに分解、最初この部分分解しにくいなと思ったら逆さまにしたら簡単に取れます。そして2リットル大容量のタンク、お水を汲み上げるポンプ、そしてこれがダパン、ダパン、この電源ボードから2リットルの大容量タンクに電気が伝わって、ポンプからお水がね、ポンプをよぐみたらプラスマイナスの強弱スイッチがあるよ。んだんだ。でこのフィルターがすごいっぺ。循環磁気と三蔵式高機能フィルターで浄水、水道水に含まれる水垢やサビ、塩蔵除去、雑味のない別品でうめえお水にろ過します。ベッドの尿路疾患を軽減するのに役立つ。まず髪の毛やおこりをろ過する高濃度マイクロコットン、天然ココナッツから由来のガッゼダン、イオン交換樹脂、よじ一旦戻すっぺ。お、なんだこれ、ほら気づいたっぺ、天才だっぺ。はめた時に麦間違えないようにポチついてるっぺ。昔の人は全部村の人でつけたっぺ。あの時はみんな腰曲げて痛かったな。なんだ、よいしょだ。ちょっとちょっとカリンちゃん、ちょっとちょっと、なに、そこもチャイの場所なの。使う前にまず洗うぜ。ゴシ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 、水バシャー。このフィルターは完全に水に浸して5分間、これを2セット行い、軽くすすいで取り付けましょう。また使い始めてからは30日ごとに交換する必要があります。ここで皆さんもあれだと思うんですけれども、どうもスタスケです。このフィルター自体高いんじゃないのって思いますよね。それはエンディングソング終了後にお伝えしたいと思います。それではセッティングしていきましょう。お水は1リットル入れてみました。ピッピッピッと、1リットルで大体この辺りまで入りました。よし、はい、次吉永さん。およし、さあ行くよね。怖え。これで準備完了。あ、いて。それでは皆さん、電源を入れてみましょう。スイッチオンザロード。さあ、お水が出てきました。とても静かな起動音と水の流れる音です。私の経験した自動給水器史上最も静か、亀井静かでございます。
アプリと接続したらライトも消したりつけたり、お水の流れを変えるモードの変更もできちゃうよ。フィルターと交換時期やお掃除しなきゃいけないタイミングも一目でわかるよ。さあ皆さんいかがでしょうか。電源が入ってライトアップするとめちゃくちゃかっこいいでしょ。お水の残量がわかりやすいこの青いランプ、そしてペットスノーウィーさんの雲のランプ、そしてこれがダパン、そしてこちらの右側のランプはフィルター使用期限ランプ。おーっとチャイちゃんがやってきた。早速チャイちゃんは飲むのでしょうか。水面ギリギリのところでチェックしております。おっとっとっと、飲んだ。それではペットスノーウィー自動給水器のざっくりといい点まとめていきたいと思います。常にお水がきれいだから尿病予防になる、超静か、2リットル大容量、1週間以上お水が新鮮、スペースが広いから多頭買いでも同時に飲める、アプリでお水の量やフィルター交換時期がわかる、お手入れ簡単、なんといってもかっちょいいぜ。猫は川のように穏やかに流れる新鮮なお水を好む傾向があります。流れる水は猫の興味を引き寄せ、飲むことを好きになるのを助けます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ペットスノーウィーの自動給水器を紹介させていただきました。私はこちらの商品を使う前も自動給水器を使っておりましたが、それと比べてもかなり良い商品だと思いました。特にお気に入りは飲むスペースの構造と円盤型のフィルター、あとデザインがかなり気に入ってますね。自動給水器でもホコリとか猫ちゃんの毛がフィルターまで流れず飲むスペースのところにそのまま残ってる場合があるのですが、こちらの商品は今のところそれはありませんでした。そしてフィルターですが、上から流れてきたお水は全てディフェンスしてくれるので、そりゃお水きれいになるだろうって思います。その他にデメリット的なこともあるので、それはこのエンディングソング終わった後に紹介したいと思います。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それではデメリット的なやつっていうかちょっと微妙なところを4つ紹介していきたいと思います。まずはこのタンクの蓋が開けづらい、いまいちコツがつかめないんですよね。2つ目はタンクに水入れた後に電源ボードとお水のタンクを接続しにくい、なのでお水を入れるときは直接ペットボトルから注いで入れてあげた方がいいかもしれないですね。そして3つ目、このお水を汲み上げるポンプを外すことができない、なのでポンプだけ壊れた場合本体ごと買い替えないといけないんじゃないかなと思います。他社の自動給水器の中ではポンプだけを買い替えられるモデルもあります。ここは次回作に期待しましょう。そして最後4つ目、こちらのフィルターの価格です。3個入りで2599円、1個あたり866円、円型のフィルターだとだいたいこれぐらいが相場かなと思います。交換頻度が1ヶ月に1回なのとフィルターとしての構造や能力が非常に高いので、僕はこの価格でもいいかなと思ってます。